参ります。皆様、心の中で一緒にカウントダウンをお願いします。参ります。5秒前。4、3、2、1。おー。暗闇のドームの世界はいかがでしょうか。それでは、グラウンドからおよそ65メートルの高さにあります。天井、中央部をご覧ください。スカイロール、オープン。
では純発金フィンティー冒険者たち。2001年にリリースされた純発金フィンティーの11作目のシングルです。 CM とのタイアップソングとしても使用された楽曲。先駆者、冒険者を応援する歌詞で非常に勇気づけられる、そんな一曲じゃないでしょうか。もうお分かりの方もいらっしゃるかもしれません。3曲目はある意味とどめです。ある意味と皆さん大好きなワンピースのオープニングテーマですよね。実はこのワンピース週刊少年ジャンプへの連載開始は1997年、そうです。今皆さんがいらっしゃるバンテリンドーム名古屋の最強と同じ年なんです。いかに愛されているか歴史の長さが物語っています。We are、 そうです。そういうことです。そのファミリーシリーズのメインテーマ、僕らの宝物にちなみ、人生の宝探しの旅に出る皆さんが、ここバッテリードーム名古屋にきっと通されているであろう怒りでございます。いかがでしょうか。ありがとうございました。最後まで残っていただきありがとうございました。そしてタイガースファンの方も何名かいらっしゃいますね。楽しんでいただけたのであれば幸いです。本当にありがとうございました。場内の皆様、以上をもちまして会場のオープン者を終了とさせていただきます。会場の際はどうもご協力お願いします。本日はバンテリンドーム名古屋にご来場いただき誠にありがとうございました。明日もゲームがございます。ぜひご来場を。明日がアミリシリーズ最終日です。この時間のスカイウォールオープンショーのアナウンスは魂込めてトロトロトール、ドロコンナビゲーター長谷川さんにでした。ありがとうございました。